こんにちは、グリーンオフィスベルデの吉田まさみです。今日は、ビオラもね、たくさん出だしてきましたので、その下に球根を植えて、球根とビオラを植えて春まで楽しみ、そして春には球根がきれいにね、チューリップや水仙が咲いてくる様子を皆さんにね、植え方をご紹介してみたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、まずですね、今日はお花ですが、球根はこれです。ユリです。ユリをの球根を買ったという方はこういう深い鉢を用意してくださいね。だいたい30センチぐらいでしょうかね、高さが。はい、そういう鉢を用意していただいて、ユリを植えていただきますと、そうですね、ユリは夏に咲くんですけれども、春に今からこの秋、この後半ですね、11月から春まで、ビオラを楽しめ、そして春ごろにね、ユリの芽がニョキッと出てきて、そして夏にはユリが咲きますので、今から夏までね、本当に長い間この鉢、一鉢で楽しんでいただくことができますので、とってもお得ですよ。で、今日のユリはですね、スカシユリのエロディというのを使います。これの面白いところは花粉が出ないというところなんですね。花粉がもうこの花びらになっているんです。ですからとってもいいですよ。汚れないですね、服も汚れないし、花も長持ちします。はい、これが3球ありますね。で、その上に植え込むお花は、ビオラですよね。今日は DJ ビオラ、ちょっと綺麗な可愛らしい、ね、シックな色合いのビオラが3ポット。そしてアリッサですね。アリッサです。そして、このプラチーナ。これはない方はね、別にいいんですけども、これを入れるとググッと寄せ植えがね、可愛くなりますから、こちらを入れていきたいなと思っています。材料はそんな感じですね。はい、では、こちらの方で先にね、図解をしてから、実際の植え込みに入ってみたいと思います。まず先ほどもお伝えしましたように、ユリを植えるときはこの深さのある鉢を用意するっていうのがポイントになりますね。そしてユリの球根が、ここの一番下の方に植えるっていうのがポイントです。ここですね、だいたい5センチから10センチぐらいのところに植えて、そしてここから、芽を伸ばさせるということですね。これはなぜかと言いますと、この球根にもともと根っこが生えてるんですけど、これを下根っていうんですね。この球根の最初についてる根っこは、要するにこの上のね、芽を出さすための起爆剤的になるような根っこなんですね。ですからこれが大きくなって、ここから栄養をぐいぐい吸うというわけではありませんので、できたらここの、芽が出てくるんですよ。この芽のところの横から上根というのが出てくるんです。で、こっちの上根の方が大事で、ここから栄養をぐいぐい吸っていいお花を咲かせるということになるわけなんですね。ですから、この上根の方にたくさん栄養がいくように、ここの間を深く、そのね、土の中に入れておくと、ユリが元気な綺麗なお花が咲くということになりますので、ここだけがちょっとポイントですからね、間違えないでくださいね。そして、この上の部分に、ビオラやアリッサを植えるということになります。はい、先ほどはね、漁港から見た図なんですけど、これは上から見た図ですね。ここが鉢の大きさです。で、この真ん中のあたりにユリを、今日は3球植えますが、実際こう植えてみた時に、ここの真ん中からね、賢く出てくるっていうことはあまりありえないんですが、でもとりあえず真ん中を透かしておこうということです。で、ビオラを三角形に植えますね。で、その間に、アリッサムを植えて、今から春まではビオラとアリッサムがひらひらっと咲いて、春からユリの芽が出て夏にお花が咲くというようなことになります。で、春が終わりました時に、ビオラがね、もう傷んできます。その時はもうここのビオラもアリッサも抜いてしまいます。で、最終的にはユリが、3本生えてる、そういう状況で夏のお花を楽しんでいただきますと、足元がすっきりしますのでね、とってもいいかなと思います。大体そんな感じですね。はい、では今から実際にね、この鉢に植えていきたいと思います。
はい、ではこの鉢の中に網が入っています。で、網の上にですね、土を入れますね。土はまあその 5センチから10センチぐらいでしょうかね。先ほどの図解通りです。ちょっとザザッとこうこんな感じですかね。はい、ちょっといいよで、こんな感じのところに球根です。ユリの球根、こんな感じですね。根っこが下から出てますけれども、このままそーっとこんな感じですね。三球ちょっとこう、あら、結構根っこが張りますね。こういう感じでしょうかな。三個入れます。よいしょ。上と下は間違えないでくださいね。ちょっとここがグラグラしてるかな。ここにちょっと土を入れて、はい、こんな感じですね。見えますか。はい、ではここにまた土をどっさり上からかぶせます。ザザーンみたいな感じですね。この土はですね、まあ普通の培養土ですね、寄せ植えの培養土にベラボンが、まあ、1割ぐらい入ってますね。そうすると水はけがいいです。で、こんな感じにちょっと入れます。もうちょっとですね。ちょっと入れちゃう。はい、こんな感じでしょうか。はい、でこの下にユリが眠っています。で、今からはビオラでお花を楽しみたいですので、ビオラをちょっと並べてみますね。こんな感じです。こんな感じですね。こういう感じで並べて、ビオラがモコモコっとこの真ん中からニョキッとこうユリがね出てくると、一応そういう予測ですね。はい、では一回ちょっと植え込んでみましょう。で、まあこういうふうに普通にこうポコッと抜いて植えるだけでもいいんですけれども、今日はせっかくなんでちょっとだけギャザリングのね、テイストを入れた、植え込みにしてみたいと思います。ですから、ギャザリングの場合は、まあ、ここにちょっとこうザザッとこう上まで土をふんわり入れてしまいますね。こんな感じです。こんな感じですね。ふんわり、ここでぎゅうぎゅう押さないっていうのがポイントですね。今からお花をね植えていきたいと思います。まずこのプラチーナです。これは抜きまして、もうバラバラにしますね。ちょっと土を落として落として、まあこんな感じにして1本ずつにします。ですね、1本ずつにしてここに置いておきます。これがない方はもう入れなくても大丈夫です。あるとより素敵になるかなっていう感じですね。はい、こんな感じですね。1本ずつ、本当に1本ずつした方がいいですよ。こんな感じです。ビオラですね。ビオラもちょっと抜いて肩の土をちょっと落としますね。で、軽く縦にこういう感じですね、落としていきます。こんな感じですね。ここの中にプラチーナをこうですね、ちょっとふわっとこう広げます。広げてこの真ん中のあたりにこんな感じですね、入れていきます。2本ぐらい入れるかな。まあ、3等分したらいいので、2、3本入れていただいたらいいかなと思います。はい、こんな感じです。ほら、ちょっと華やかになってるんでしょ。で、ここに水苔をちょっと巻きますね。こんな感じで。水苔をこの、根っこの際のところですね、巻きます。そうするとプラチーナがポロッと取れないので、そして安定しますね。こんな感じです。で、これを、こうこうこ
ね、最初の予定通りなんかここにギュギュッと押し付ける感じです。でこの隙間にここのもともとある余ってる土をちょっとこう入れて固定しますね。はい、で一つできました。これと同じように2つ3つともねやってしまいます。全く一緒ですね。肩の土を取って、はい、もうちょっと軽く落としますね。この時にあのすごいビオラの品質が問われてくるんですよね。根っこがしっかり張ってるビオラでしたら、まあ、これぐらいしても大丈夫なんですが、ひ弱なビオラでやるとなんか元気がなくなってきて、うーんっていう感じになってしまいますので、必ず元気な生産者が作っている、元気な株を作る生産者、ね、しっかりした苗を選んでいただいたらいいかなと思います。はい、でまた水漬けですね、巻いちゃいます。こんな感じですね。はい、で今度はここですね、 1,2,3 この辺です。でギュギューって感じです。でこの時ふかふかの土だったら沈むんですけども、ちょっと沈まなかったらちょっと掘っていただいても大丈夫ですね。はい、で最後にもう一つ、今度はこっちですよね。こういう感じ。まあ、四五ミリにするんでしたらこっち、もうこっちからしか見ないという方はこっちから見て綺麗なように植えていただいたらいいですね。ここです。はい。でこれでくるくる回してもほら綺麗でしょう。こんな感じですね。で次にアリッサムです。アリッサムは今日はまあ、これがあのここがねちょっと紫なんで、赤紫と白両方入れようかなと思いました。でこっちの株は小さいので、もうこのまま、本当はね3本入ってるんですけれども、小さいんでこのままちょっと肩の土だけ落として割ってもいいですけども、今日は贅沢にいっちゃいます。軽く土を落とします。あんまり根っこが張ってないのでね、あんまりバリバリしない方がいいですよ。でもうプラチーナも何も巻いてないので、このまま鉢からこう垂れ下がる感じですね、ここの隙間をちょっとだけ掘ってギュギュッと押し付ける感じでいいです。でこの隙間を、ね、土でちょっとこう固定しますね。で次こっちです。こっちは結構この株が大きいですね、アリッサムもね。ですから本当は3等分できるんですけども、2等分にします。大きい株と小さい株バリッてこういう感じで2等分にしますね。で肩の土だけ取ってあまりバリバリせずにここをちょっと掘ります。ほりほりして、で鉢の縁にふわっと触れる感じにして乗せますね。で真ん中の土をちょっとこの際のところにギュギュッとこう押し上げて固定させます。しっかり隙間はね押さえといた方がいいですよ。はい、でそうするとこの真ん中のこの辺のね土がへこんでくるんですよね。なのでちょっとだけ真ん中に土を入れておきます。ここに、はい、で次最後こっちです。ちょっとプラチナちゃんが倒れてた、はい、ここですね。これも一緒です。植えやすいようにちょっと土を整理してこうピュッと掘ります。でギュギュッと押さえますね。で押さえてこの真ん中の土をこうです、足の方に隙間にねこうやるとできやがりです。こんな感じですね。であとは
しっかりこう入ってるか、この周りを見て、この隙間を見て、よく見て、盛り上がってるところとか、隙間がないかをちょっと際のところね、チェックします。いきますね。ちょっとこう、一枚ですね。じゃあ、これを、真ん中の位置を。入れますね。ちょっと隙間あるところは入れた方がいいかなってことです。はい、いけました。で、真ん中もちょっとへこんでるようでしたら少し入れますね。平らにしておきます。はい。いけました。ちょっとブラチナちゃんが倒れてますけどね。で、この際のところですね、水をやると土が流れてくるので、まあ、こんな感じです。キュキュみたいな感じにして、こんな、なんですかね、棒状にして細くすると。で、ここの際のところに水ゴケをちょっと詰めておくと、水をやった時に、土が流れてこないので、とってもね、綺麗ですよ。あんまり分厚くすると過湿になりますけれども、これは本当に土が流れてこないためにするだけですので、ごわっとは入れないでください。水苔の首輪ができると、まあデザイン的にもね、見た目的にもあんまり良くないですし、機能的にも良くないですからね。ちょっとこう控えめな水苔でいいです。こんな感じ。まあ、これぐらいのギャザリングでしたら、ちょっとプラチナとビオラがあるとね、なんとなくこうギャザリングの雰囲気を楽しんでいただけるのではないかなと思います。あまり難しいことするとね、枯れたとかなりますので、こんな感じです。で、水苔がこう入りましたら、結構こうキュッてこうなっちゃうんですよ。ですから真ん中をこう広げて、ふわっとこう鉢の縁に広がる感じにして、こんな感じですね、ふんわりさせてください。はい。で、最後にこの真ん中のところですね、ここに水苔でもいいですし、見た目的なことを考えるとベラボンとかね、そういうものをベラボン単体だけを入れていただいてもいいです。はい。じゃあ、周りに水苔を敷いた後、この真ん中がね、見えるんですね。ここにまあ水苔を敷いていただいてもいいんですが、ちょっとこう、なんとなくこう、違和感があるので、もしあるんでしたら、このベラボンをささっとこうね、敷いて、こう広げておくと、なんとなくこう、土っぽいですし、綺麗な清潔感があるので、いいかなと、私はいつも思ってますので、こういう時はベラボンだけをこう上にね、敷いています。はい。これで完成です。この後しっかりお水やりをしていただいて、下の穴からたっぷり出るまでね、あげてみてください。そしてこんなにたくさんね、土が入ってますので、絶対毎日の水やりは厳禁です。ここの上を触って、水苔のあたりですね、このあたりがちょっと乾き出してきたら、また次たっぷりお水をあげるというふうにね、やってみてください。で、これからどんどん寒くなりますからね、あんまり乾かなくなってきます。ですから、しっかり毎日ここをねチェックして、乾燥具合をチェックして水やりをしてみてくださいね。で、ビオラは日当たりのいいところが好きですから、日当たりのいいところで管理して、今お花はきれいに咲いてますけれども、傷んだお花ですねがありましたら、花がら摘みですね、ここからね、根元からプチュッと切って花がら摘みをして管理していただきますと、もっとモリモリーとこうなって隙間がなくなってきます。まあ、そのうちにまたこう春になってきたらね、ちょっとこう真ん中から出てきてくれたらいいんですけども、まあ、それはまあまた後々のお楽しみということでね、今から来年の夏までお花がね、百合の花が咲くまで楽しんでいただけますのでね、ぜひぜひ挑戦してみてくださいね。はい。では、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてくださいね。